オレンジ色の顔になったんですよね。塗ったんです。そう、塗ったの。でも、バカボンのパパも相当ね、すごかったし、あとさ、かなこちゃんのバカ殿様もね。あー、やりました。パンダメイクがありますよね。はい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 。七夕とかによく見ますね。やりますよね。あの、世界的スター、レディー・ガガさんよりも先にやったというね。おー、はい。この、パンダメイク、ご存知だと思いますが、うん、実はこれ、ももクロの中でも、私が一番最初にやってるんですよ、実は。最先端、最先端ですね。もう私もほんとレディーガガがやる3年前ぐらいからパンダメイクをやってたわけですよ。わかります？これ。いや、まあ、すごい。申請しとけばよかったな、なんか。そうね、あのもうパンダメイクか玉井朱里のものだみたいな。取っとけばよかった、ね。そうそうそう。それでその中、過去にね、幼稚園の時、将来の夢みたいなところに、うん、パンダって書いてあったの。あら、かわいらしい。かわいいでしょ？あら、かわいらしい。だから、まあ、やろうってことで、うん、そこで私がね、初めてパンダメイクに挑戦したわけですよ。はいはい。これが、時を超えて、桃色クローバー Z メンバー全員でやるようになって、知ってた、七夕で。世界の、ね、世界のレディーガガさんがやるようになって、はい。これで、ね、パンダメイクの歴史が生まれたわけです。これは知っておいてほしい。これは、あれだね、世界史みたいな感じで、パンダメイク史みたいなのを作るべきだね。そうそうそう、作るべき。ちゃんと、うん、あの、言わなきゃね、玉井しおりが第一人者だってことを。あの、メイク学校の歴史とかで習ってもらいたい。ね、あとは、私はいろいろ被り物やってんだよ。ソニック雑誌より。出ました。覚えてる？覚えてますよ。青の、ソニックの。いたね、ソニック雑誌より。懐かしいね。はい。いろいろやりました。まあ、好きですね、ももクロは。そういうことだね。ね、ありますか？なんか。佐々木の黄門様！イェーイ！あったね、佐々木の黄門様！もう、恥ずかしすぎるよね。ね、すごかったよね。佐々木の黄門様。このもんどころが目に入らぬかって言ってね。いや、あれが初めてでしたよ。あれでアーリンはね、徐々に変わってったね。そうだね、あれがあって、でもむしろあれはトラウマ化だよね。で、その後、まあ、未来ボールとかの PV あたりから、こうちょっと面白い系ができるようになってきた感じかな。ね、いや、黄門様トラウマだ、ね。黄門様トラウマだな。はい。というか、まあ他にもね、まあ、私たち以外にも、まあ私たちはまだ、パンダメイクとか、まあ、ね、いいもんですよ。割といいもんですね。あのね、まあ、うん、高木れにさんとか。はい。多分。いや、もう、ね、尊敬します、本当に。尊敬します。過去最大はあれじゃない？ジャビットくん。やったね。やったね。しかも、ジャビットでライブやったよね。ジャビットくん。オレンジの汗出てたもんね。オレンジの汗出てた。そうそう、あの、みんな今頭の中で、ジャビットの被り物を被ってるんだろうなって思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、うん、違うんですよね。オレンジ色の顔になったの塗ったんです。そう、塗ったの。レニちゃんが目描いて、すごいメイクだよね。そうそう、なんかね、でオレンジで、ね、あれは伝説だよね。結構伝説。でもバカボンのパパも相当ね、すごかったし、あとさ、かなこちゃんのバカ殿様もね。あー、やりました。あれね、 PV のためにね。本当だよね、一瞬しか映らなかった。桃色パンチの、うん、あのオープニングの写真がいろいろあるけど、あ、そう、ティラリ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 ラみたいな感じ、ね、よく見た方がいいですよ、私たち。あれ一個一個コマ送りした方がいいと思う。うん、体張ってますよ。バカ殿になったり、ね、いや、あれすごかった。でも、まあ、昔から変わらないっていうことですね、ももクロは。